近畿産業信用組合は、大阪府大阪市中央区に本店を置く、信用組合。1953年に、京都市で芸術、芸能関係の職域信用を組み合わして創業。2000年に経営難に陥り、MK タクシーの創業者である小青木貞夫氏が、経営支援し、2001年に、現在の名称である、近畿産業信用組合となった。 2001年以降、西日本地域の4つの信用組合の事業を譲り受け、現在は大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山、岐阜、長崎の2府録県を営業エリアとし、日本最大の予体金量の広域信用組合となっている。詳細は店舗一覧を参照。セカンドライフマン50歳以上の方専用の普通預金で、 初回預け入れ額は1万円以上となっている。年利は0.05%となり、満50歳以上の個人に向けた普通預金のサービスである。ブロック金産無利息型普通預金は、預金保険法第54条の2に基づく決済用預金として、保険事故発生時においては、全額保護の対象となることから利息が付されない商品である。W ブロックでは、 来店による払い戻し発生時に通帳、印鑑、ご契約者顔写真の3点によるより厳格な本人確認をすることも可能。金サドリーム懸賞金や宝くじが当たる可能性がある自動継続型の定期預金。10万円から預け入れが可能で10万円につき1本の抽選権利がついている。夏と冬の年2回抽選が行われ規定の懸賞金が当たる。 可能性がある。インターネットバンキングでの契約も可能。新年齢に60歳以上の個人限定のシルバー向け定期預金。近畿産業信用組合で公的年金を受け取ると、金利が上昇するなどの特徴がある。最低預け入れ金額は50万円で、最大10000まで預け入れることができる。金産ウェブ定期個人。 インターネットバンキングでの契約専用の定期預金。最低預け入れ金額は10万円で、預け入れ期間は1年。てるてる定期テレホンバンキング契約者限定の定期預金。最低預け入れ金額は50万円で、預け入れ期間は6ヶ月から5年までを選択できる。トラキチの贈り物プレゼント付定期預金。トラキチの贈り物。年6回新潟産コシヒカリの 吉祥楽が届く定期預金。個人限定で最低預け入れ金額は500万円となっている。ハッピー、ハッピー福祉年金等の受給者で近畿産業信用組合の組合員限定の定期預金。最大350万円まで預け入れることができる。アシスト法人、個人事業を主に限定したサービスで納税を目的とした定期積み金である。 金利は0.125%から最大0.250%まで設定されており各種条件によって異なる。毎月1万円以上の預け入れが必要で一定の金額を契約期間内に分割して積み立てる。アきんドローン事業資金として利用することができる事業者専用ローン。 最高で1000万までの借り入れが可能で、融資利率は2.375%から3.50%。原則担保が不要であり、最長10年での融資を受けることができる。近畿産業信用組合におけるマスコットキャラクターにトラキチは存在する。トラキチは地域活性化への取り組みとして、営業エリア内の各地での各種イベントに参加する活動を行っている。また、 大阪市中央区淡路町にある本店のエントランスホールには最新の 3D 映像技術と AI 技術などを活用した立体映像のトラキチと会話を楽しめる AI3D トラキチが設置されている。プロフィールトラキチは2015年11月21日から23日の3日間、静岡県浜松市の奈義園で開催されたゆるキャラグランプリ2015に出場し、企業、 その他ゆるキャラビモンで全国第3位となった。2016年10月現在、ラインストア上でトラキチのラインスタンプが販売されている。スタンプは全40種類で構成されている。なお、近畿産業信用組合の売上金についてはその全額を日本赤十字社に寄付している。新商社や高齢者に向けた無利息ローンの取扱いを行っており、 年金支給者支援基金、思いやり、新商社福祉ローン、安心、福祉定期、ハッピーハッピーなどがある。サービスケアアテンダントを取得している職員が在籍し、新商社対応 ATM や AED の設置などに取り組んでいる。2017年1月以降、金んです。をメインのキャッチフレーズとしたマスコットキャラクター、トラキチの CM をシリーズ展開している。 一部の CM を除き、シリーズ CM 以前の CM を含めて現在までに、公開された CM は、金さん公式の YouTube チャンネルで見ることができる。ありがとうございます。